Thank 今年も残りりわずかとなりました。年末は師走というだけあって年末挨拶に走り回る営業の方やお歳暮などを配送する宅配の方またクリスマスイベントでごった返すお店などどの業界の仕事も非常に忙しくなるものです。しかし、か 今年は例年よりも動きは少なくなっています。それは、新型コロナの影響で、外出やイベントなどを自粛しているからです。特に、忘年会がなくなった飲食店などの経済的打撃は計り知れません。このような不安な年末を過ごしておられる方々のことを考えると、本当に心が 痛みます。さて私は約8年前まで千葉県で庭師をしていました一年で忙しい時期はやはり年末でしたきれいに手入れされた庭で新年を迎えたい正月に家族が集まるので庭を手入れしておきたいという お客さんのご要望に応えるべくとにかく走り回って仕事をしていましたそんな庭師の仕事のほとんどが庭に植えられた荒れ放題になっている木の手入れをすることでしたこのぼっさぼさに伸びた枝を切ってきれいに形を整えるその仕事を剪定。て と,言いますところで当時仕事を依頼してくださるお客さんのほとんどは都会に住んでおられました都会の住宅街ですので庭はさほど広くはありませんでしたが皆それぞれ自分の好きな種類の木や花を集めて庭に植えて ガーデニングを楽しんでおられましたきれいな花がつくものやおいしい果物がとれるものなど思い思いに好きな木を好きなだけ植えるのですお客さんがホームセンターなどで植木を買ってきて自分で植えれる大きさというのはだいたい苗木の大きさになります これはいわばまだ子供のような状態で細く葉っぱも少なくて隙間だらけですので苗木を植えるときは庭が少し寂しく感じるぐらいですそこでほとんどの人がその隙間をまた他の苗木を買ってきて埋めようとするのですしかし実はここからが 苗木たちのの競争が始まるのです。何の競争かと言いますと太陽からの光の奪い合いです樹木も植物ですので日光が当たらなければ大きくなれませんしかし苗木がだんだんと大きくなってくると今度は 隣の木のの木葉っっぱが邪魔になってくるのですしかし植木は自分でこの邪魔な葉っぱをどかすことができませんので仕方なく他の光が当たりそうな空間を探してそこに枝を伸ばして光を葉っぱに当てようとします。これれれをそれぞれの植木が 行うことにより日光が当たる場所の取り合いが始まりますそして何年かすると競争のためだけに伸ばした無秩序な枝だらけになってしまうのです超特急で真上にピーンと伸びた徒長枝や光が当たるまでぐるぐる迷って伸びた枝 ひどいのになると、他の枝に絡まって、自分で自分の邪魔をしてしまっている枝などもあります。実は、このような無秩序な枝が増えれば増えるほど、木は元気がなくなってくるのです。なぜなら、この無秩序な枝は、急いで日光の、 奪い合いい合のの競争にに勝つたためだけに伸ばした枝ですので、ですす。とても無駄が多いからです無駄が多いというのは日光が当たる葉っぱの量に対して枝の長さが異常に長すぎたりまた遠回りして栄養が送られたりしますのでとにかくエネルギー効率が悪いのです。 ですからこのように無秩序な枝だらけになった植木はエネルギー効率が悪いゆえに無駄に養分ばかり取られて疲れた状態になってしまうのですまた見た目もごちゃごちゃしてむさ苦しく風通しも悪くなり病気や害虫もどんどん増えてしまうのですこのように 見た目や発育状態が悪くなるとお客さんは困ってしまいそこで庭師に木の手入れをお願いしてくるのですこの木の手入れには大きく分けて3つの選定方法がありますここでお客さんからの要望として一番多いのはとにかくす きりと短く切ってくださいというお願いですこのような剪定作業を強剪定と言いますこの強剪定は幹や太めの枝など骨格として使えるものだけを残してそれ以外の枝はどんどん切り落としていきますですから最後に仕上がった時には 幹と枝だけの骨組みだけの状態になり見た目は非常にすっきりします枝を切る庭師の方もストレス解消になるくらいとにかくバサバサ切って仕上げるのですお客さんもすぐに出た結果を見てとても満足して喜びますし庭師にとっては一番楽な作業になります しかし実はこの強剪定は木にとってはダメージが大きい定理になります木の骨格の修正や超コンパクトに仕立て直すためにしからなくそうするほかはありませんが基本的にはダメージが大きいですので真夏日などは絶対避けた方が良い切り方になりますまた、 強剪定をされた木は切り落とされた枝の代わりの枝を急いで伸ばしてきますその時はもう光が当たる当たらないそのような場所を探すどころではなくただ上へ上へビュンビュン伸ばすのですそしてあっという間に切る前と同じくらいの高さにまで戻るのですしかしこの時 木にとってはかなりの量の栄養分が使われることになります。そうすると、次の年はまたさらに伸び伸びな枝の形になっているので、お客さんはまたすっきりさせてくださいと仕事を頼んできます。このように、もし強剪定だけを何年も続けているならば、木は徐々に弱ってしまい、 最後には病気や虫に抵抗できなくなって枯れてしまいます次の剪定方法は刈り込み剪定ですこれは表面の葉っぱだけを刈り込んで樹木の輪郭を強制的に作り上げるいわば自然界にはない姿を造形仕立てする定理になりますこの作業は 基本的に輪郭ばかりをきれいにして輪郭内や裏側の枝ぶりなどはさほど気にしませんので外はかっちりきれいに中の枝ぶりは無秩序な状態になります実はこれも木にとっては不自然な手入れ方法になります当然風通しも悪く病気や害虫が多発するので基本的には 農薬で管理をしなくてはなりません最後はスカシ剪定という剪定方法ですこれは正直お客さんが望むほどかっちりすっきりしませんが樹木にとっては非常に理想的な定理になりますしかしこの切り方は時間もかかる上 庭師の剪定技術がとても求められますなぜなら割と細かい枝に至るまで一つ一つを目視し将来的に良い枝になるかそれとも悪い枝になるか瞬時に判断しある法則に従って秩序を枝ぶりに再現しながら剪定するからです。その法則とは何でしょうか それは、山に生えている樹木に見られる法則になります。その法則について考えてみましょう。山に生えている樹木のことを、自生している木と言います。実は、この自生している木は、長い年月をかけて、自然という過酷な競争社会の中で、 生き抜いいてきた強い木ののモデルなのです庭先での競争はせいぜい枝の伸ばし合いくらいで済みますが山の自然の中の過酷な環境はその木がこれからもそこに生存できるかあるいはもうすでに枯れてなくなっているかという木にとっても命に関わる競争なのです。 しかしこの最も人間の手が加わっていない場所である山の中こそ神様が最初に作られた状態に近い環境が今もなお保たれている場合が多いのです。その山に自生している樹木のどこが透かし剪定の切り方の法則になるかといいますと自生している木の 枝ぶりの中に見られる秩序になりますそれはすなわち自然環境に適応する中で形成された枝ぶりになります実はこの枝の秩序である自然環境適応の法則が木にとっては最もエネルギー効率の良い形になりますそして 驚くべきことに自生している木というのは自分で自分の枝をこの自然環境適用の法則に従って剪定しているのです。動けない木がどのようにして枝を剪定するのかと疑問に思うかもしれませんがその方法とは光が当たらなくなって不必要となった枝は木が 自分で幹とのつなぎ目を腐らせて雨や風などを利用して下に落とすのです台風とかの後には枝がたくさん落ちていますが基本的にはあの落ちている枝は樹木にとって必要のない枝が多いのです拾ってみたらわかりますがどこか付け根に腐っている部分があるのが分かります特に 台風の勢力が非常に強い状態で直撃することの多い沖縄の樹木は自分にとって必要な枝は太くてしっかりしていて台風にも耐えれるようになっていますが不必要な枝は台風によって剪定させるので自然環境適応の法則によってなされる透かし剪定の理想的なモデルになる気が 多いいと思いますこのようにして自分の成長に必要な枝ばかりを残した木は力強く生命がみなぎっていますので美しい花と実を毎年たくさんつけるようになるのです。つまり自生した木の枝ぶりである自然環境適応の法則に従って かし剪定を庭の植木にも再現するならその植木はだんだんと元気になり花や実をたくさんつけるようになるのですしかしこのことをお客さんの庭の植木に再現している庭師は意外に少ないと思いますなぜならお客さんはとにかくかっちりすっきりしてください というご要望が多いゆえに強剪定や刈り込み剪定の方が庭師の仕事として評価されるからですまたスカシ剪定はお客さんもご存じない方が多くまた強剪定や刈り込み剪定に比べるとかっちりすっきりしないのでお客さんにもスカシ剪定について最初に ちゃんと説明しておかなければ中には不満そうにするお客さんもおられるからですまた実際理想の枝振りになるまでには数年かかります毎回自然環境適用の法則で選定する必要性があるからですしかし私はなるべくお客さんにこのお話をさせていただき お客さんの承諾をいただいた上で、このすかし剪定をやってきました。果たして、どのようなことになったでしょうか。最初に仕事の依頼を受けたときは、花も実もつけなかった木が、2年目、3年目から毎年花や実をつけ始めます。さらに、4年、5年でほとんど枝も伸びなくなり、 木の形も安定してきますなぜかと言いますと透かし剪定を繰り返すことによって太陽の光を取り込むための無駄がほとんどない枝ぶりに仕上がっていったのですつまり樹木自身自分で枝を伸ばす必要性を感じなくなりその枝ぶりに満足して落ち着いてしまうのです 確かにこの状態まで持っていくにはある程度の時間はかかりますが自然環境適用の法則によって透かし剪定をしながら仕立てていきますとこのような素晴らしい結果が生じるのです。私も毎回お手入れをするたびにどんどん元気になっていくこの樹木を見るのがとても楽しみでした。 そしてこの結果を見たお客さんも喜んでくださり毎回私に「あの切り方でお願いします」というご依頼をされるようになりましたここで聖書から学んでみましょう「地は青草と種類に従って種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。 神は見てよしとされた。神様は地球を作られた時草や木も創造されました先にも触れましたがこの創造当初の状態に一番近いのが山の自然環境になりますそして山に自生する木は自然環境適応の法則によって 力強く生きておりその法則によって剪定するすかし剪定は庭の植木の枝ぶりに秩序を与えその結果どんどん木が元気になることが分かりましたつまり本当に木にとって良い状態というのは神様が作ったそのままの状態であるということです さらにこれは木だけには限らず生き物全体にも当てはまります当然私たち人間にも当てはまるのですここで皆さんに質問です地球が創造されて以来人間にとって何が一番不自然に変わったと思いますか答えは 食べ物です神様がエデンの園で人間を作られた時にエデンの園で食べていたものは果物ナッツ類、穀類穀でしたそしてエデンの園を去ったあと野菜類が入りさらにノアの洪水のあとには肉類が入ってきました。 その当時は、今のように加工食品などはありません。また、ただ味覚を楽しませるためのお菓子もありません。しかし現在、私たちの周りにはこれらの食べ物が氾濫しています。大人も子供もこれらの食べ物が大好きで、特にストレスがたまるとスナック菓子を無性に食べたくなります。 最近まで私も甘いものやスナック菓子が大好きでしたしかし人間は不自然な食べ物である加工食品やジャンクフードお菓子などを食べれば食べるほど庭に植えてある木のようにだんだんと様子がおかしくなっていきます生活面において怠惰になってきたり イライラして怒りやすくなったり鬱になって人生を前向きに歩む気持ちになれなくなったりしかしこれらの加工食品をやめて自然の食べ物であるフルーツや野菜をたくさん摂取するようになるとまるで庭の木の無秩序な枝を透かし剪定することによって だんだんと花が咲きたくさんの実をつけるようになるのと同じ変化が私たちの人生にも起こるのです聖書の中には実際にこのことを試した人たちがいますダニエルとその友人たちです彼らはユダ王国から新バビルニア帝国に連れて行かれ 宮廷で寝不カで寝ざる王に仕えることになりましたその時宮廷の食べ物すなわち現代の宝食の時代と同じような食事をするように要求されたのです彼らは今まで神様の原則に従ったシンプルな食生活をしていましたので王が提供する贅沢な 肉魚酒嗜好物などを食べることを拒絶するその根拠として10日間野菜中心の食生活を実践させてほしいと願い出るのでしたどうぞ下村を10日の間試してください私たちにただ野菜を与えて食べさせ 水を飲ませそして私たちの顔色と王の食物を食べる若者の顔色とを比べてみてあなたの見るところに従ってしもベラを扱ってください。彼はこのことについて彼らの言うところを聞き入れ10日の間彼らを試した。10日の終わりになってみると彼らの顔色は「 王の食物を食べたすべての若者よりも美しくまた肉も超え太っていたそれで彼は彼らの食物と彼らの飲むべき酒とを除いて彼らに野菜を与えたこの四人の者には神は知識を与えすべての文学と知恵に悟いものとされた ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解したこのように神様が最初に人間を作ったそのままに近いライフスタイルを忠実に実行するならば神様は喜んで健康面や人生そのものを祝福してくださるのですまるで透かし剪定によって 今まで無秩序だった枝が整理され自然のままの秩序ある枝ぶりが植木に再現された後たくさんの花と実を結んだのと同様に私たちも霊的活力に満ちあふれて精霊の実を豊かに結ぶことができるのですそしてこのように私たち人間のライフスタイルと 心の霊的な状態は非常に密接な関係があるのがわかります。自然の法則は神の立法であるということすなわちそれは神の実戒と全く同じように神聖なものであるということである。神は 肉体の機能を支配する法則を身体のすべての神経と筋肉と組織に記されたこれらの法則の一つでも不注意にあるいは故意に侵すことは創造主に対する罪悪である肉体が精神に及ぼす影響はもちろん精神が 肉体に及ぼす影響も強調されなければならない。知的な活動によって促される頭脳の電力は身体の全部に生気を与え病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける。健康を保つにも回復するにも意志力と国旗が大切であることすなわち 怒りや不満や利己心や不純な心は健康を低下させるばかりでなく破滅的な影響さえ与えこれに反して快活無我感謝の心には生命を与える驚くべき力があるということを明らかにしなければならない聖書の中には 心の楽しみは良い薬であるという生理理学的な真理があるこれは我々の考えなくてはならない真理である神様が人間を作られた時に定められた「実戒第6条」の「命の立法」は神聖なものであり 自分自身にも適応すべきであるということです。言い換えればこの命の立法を忘れて自分の勝手気ままに生きることは神様の立法であるあなたは殺してはならないという実戒第6条を破る罪悪の行為であったということです。 もし私たちが自分自身の健康に無関心であるならば私たちは自分自身の命を縮める行為として自分自身を殺しているということになるのです。そしてもしこの戒めを軽んじるならば私たちの品性を 健康ににに保つことは非常に困難になるのです食欲の奴隷となっている人々がクリスチャンの品性を完成することはない6,000年間人が罪を犯し続けてきた結果として疫病と苦痛と死をもたらしたそして 終わりに近づくにつれて食欲を欲しいままにさせるサタンの誘惑もさらに有力となりさらに勝利しがたくなるのであるかつて私も人生の大半においてそのような生き方をしていましたそしてその当然の結果として 抗原病になり今まで気づいてきたものを一瞬で失うことになりましたしかし神様の見舞いに今まで自分の生き方が間違っていたことを認めそのことを悔い改めて神に立ち返った時神様は私を許してくださいました そして、新しい人生の再出発として今までの生き方を改革する必要性を感じた私は健康の原則について聖書から学び最初のライフスタイルへと生活改善を実践する中で膠原病の症状はほとんど見られなくなりました。 神様はまさに聖書の約束を実行されたのです。私が天を閉じて雨をなくしまたは私が稲子に命じて地のものを食わせまたは疫病を民の中に送る時私の名をもって唱えられる私の民がもし減りくだり祈って で私の顔を求めその悪い道を離れるならば私は天から聞いてその罪を許しその地を癒すこの神様の御言葉の約束が本当であることを私は体験しています膠原病になった約8年前から今日に至るまで 私は非常に高い免疫力が神様から与えられて、病にかかることがなくなりました。それこそ、歯医者以外、病院のお世話になったことはありません。それどころか、病気で失ったものよりも、さらに良いもので、私の新しい人生を満たしてくださっておられます。 神様の立法に従った時にはこのような素晴らしい経験に預かることができるのです。私はこの神様の大いなる皆を賛美せずにはおられません。我が魂よ、主を褒めよ。我が内なるすべての者よ。その聖なる皆を褒めよ。 我が魂よ、主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ。主は、あなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがないだし、慈しみと憐れみとをあなたにこむらせ、あなたの生きながらえる限り、良きものをもってあなたを飽きたらせられる。 こうしてあなたは若返ってわしのように新たになる。私たち人類は今新型コロナの影響で不安な毎日を過ごしているかもしれません。しかし神様が創造当初に定められた人間の生命維持のための秩序に立ち返るならば この全世界を悩ます病、さらに次に出現するであろう疫病すら恐れることはありません。それもまた神様からの約束なのです。糸高き者の元にある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。 我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と、主はあなたを、下流度の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその翼を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。 そのまことは大盾また小てである。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また、暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ、千人はあなたの傍らに倒れ。 万人はあなたの右に倒れてもその災いはあなたに近づくことはないあなたはただその目を持ってみ悪しき者の報いを見るだけであるあなたは主を避けどころとし意図高き者を住まいとしたので災いはあなたに望まず悩みはあなたの天幕に近づくことはない 今まさに私たちはすべてを改革すべき時期に来ています。神様との関係をもう一度見直し、その関係を悪化させる要素はことごとく排除せねばなりません。しかし私たちにはそれを実行する力はありません。それをお持ちなのはただの 唯一のまことなる神様だけです。神様は私たちの心の中にある無秩序で不要な枝を剪定し完全な秩序を再現してくださいます。それによって私たちは霊的活力にみなぎり天のエデンに帰ることが できると信じて希望のうちに日々の生活を歩みたいと思いますそれではこの学びを終えるにあたり一言お祈りをさせていただきます愛するご祭典のお父様私たちは自分の思い思いに枝を伸ばし そして心の中に無秩序な枝がはびこっているそのような植木のような状態であります。しかし私たちがあなた様が最初に想像されたエデンの園のライフスタイルに立ち返るならば世界的に萌えを振るっております新型コロナウイルスを恐れる必要性もなく またあなた様とさらに親密な関係を築くことができるという約束を信じたいと思いますどうぞ主の霊によってこれが成し遂げられますようお願いいたしますあなた様の大いなる皆にご欲を貴すことができますようにどうぞ下人たちを作り変えていただきますようお願いいたします この祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン